代表的なラインが3つほどあって、渋くてかっこいい感じ。はい。オーマジックで書いてみたいな。そうですね。なんか一斉さん希望のヘアラインとかあります？ああ。なんかヘアラインがですね、代表的なラインが3つほどあって、ほんまや。これが藤型っていう丸っこいヘアラインですね。はいはいはい。で、これが一直線のダパンクの伊勢さん、うん、で、もう一個がちょっと V 字型になる、あのちょっと おっちゃんたちがよくやるような、はい、僕もこれにしました。これ渋くてかっこいい感じで、これがちょっとフェミニンでちょっと優しいような印象ですね、はいはい、で、日本人はあんまりやらないんですけど、あのアフリカとかの人はよくピシッとした前髪とかやりますね。大抵この3つどれがいいみたいなのを伝えて、あとはあの顔の黄金比に合わせてラインを引いてくれる感じですね。一星さんはどう？これにしあ、これずれた。一星も渋くてかっこいい感じ。はい。まあこっちの方がいいですよ。おでこを出した時にかっこよくなる。そうですよね。これはさすがになんかちょっと荒くみたいな感じになっちゃうんで。日本人がやるんですよ。そうそう。一作品だからいいんでしょうね、うん、でまたドクターにこういう感じで伝えておきますね、はい、V になるような感じです。はい。 Border, we will get a start at the border point of your front, front line. Okay. 中が空いてお腹が空いてお腹が空いて、これ何時間ぐらい経ってないですかね。彼これ どうですかね。10時間以上は確実に経ってます。10時間は経ってます、ね、うん、水も全然飲んでないから枯渇しまくって、なんでもなんか全て美味しそうに手術が1回、今が9時ぐらいなんですけど、12時ぐらいにちょっとお昼休憩があって、はい、そのタイミングでご飯とか飲み物を食べれるんで。そうなんですか、はい、あ、結構長いんですね。手術がだいたい6時間とか7時間ぐらいですね。で、休憩時間とかあるんで、多分終わる時間が 4時とか5時とか夕方ぐらいですね。そうですか、はい、その間ずっと麻酔は効いてる感じなんですか。あ、そうです。で、もし麻酔がなんか切れてきたなみたいな感じになったら、あの麻酔を追加してくれみたいな感じで言えばまたやってくれますね。美男美女ばっかりね。そうですね。そうですね。皆さん美しい。美男美女だし、結構学歴も重視してるんですよ、ここ。そうでしょうね、はい、みんな頭良さそうですよ、はい、みんな結構頭いいっていうか、はい、トルコ人大抵英語喋れないんですけど、ここの作まずみんな英語喋れるんで、ね、あ、そうだ、トルコって英語通じないイメージありますか。あ、そうです、そうです、はい、なんかタクシーとか乗ってもなんか運転手は英語全然わかんないみたいな感じで、ね、うん、街のなんかショッピングする時もあそこのモール、結構金持ちが行くようなモールなんですけど、あそこのモールですら英語みんな通じないんで、へ、トルコ語僕わかんないからコミュニケーション難しいみたいな感じですけど。トルコ語って難しいですよね。トルコ語でも日本語と文法がなんか似てるっぽくて、似てるんですか、はい、勉強しやすいらしいです。あ、そうなんですね。薄毛はね、1年で治る便利な世の中になってるんでね、いろんな情報を集めながらサクッと薄毛を克服してくれれば嬉しいと思います。僕は海外植毛のサポート結構日常的にやってて、概要欄見ていただければわかるんですけど、海外の植毛にみんなで楽しく遠足みたいに行くっていう企画だったり、あなた専用のプランをセッティングするみたいなことも日常的にやっているんで、海外植毛は実際どんなもんやちょっと気になるなっていう方は気軽に LINE 相談いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。